ジャワオキ海戦は第二次世界大戦の太平洋戦線において1942年2月4日に東南アジアで正規した日本海軍航空隊と連合軍アブダ艦隊との間の海戦。基地航空部隊の一式立港と96立港が連合国軍巡洋艦部隊を攻撃して大戦火を報告したが実際は軽微な被害であった。本記事では 2月4日から5日にかけて日本軍基地航空隊がシンガポール増援輸送船団を攻撃して軍隊輸送船エンプレスオブエイジアを撃沈した海空戦の天末2月15日にガスパル海峡で正規した日本海軍とアブダ艦隊の戦闘についても記述する2月15日の海戦では パレンバン攻略部隊撃滅を目指すアブダ艦隊を日本海軍の基地航空部隊と空母流上艦上機が攻撃した。アブダ艦隊の被害は警備だったが輸送船団攻撃を断念して撤退した。太平洋戦争開戦後日本軍の極東方面における南方作戦はマレー半島を南下してシンガポールやスマトラ島攻略を目指すバーレー作戦と フィリピン攻略及び乱印攻略を目指す乱印作戦に対別される。日本海軍においてマレー作戦を担当していたのは小沢寺三郎中将が率いる南遣艦隊飛湯作戦及び乱印作戦の担当が高橋伊防中将が率いる第三艦隊であった。連合国側はアブダ司令部を結成して日本軍に対抗しようとした。 アブダ司令部の担当範囲は広大でかつ、指揮系統は複雑であり、しかも、各国政府の思惑に左右されて有効な戦略を打ち出せなかった。当初、アブダ海軍部隊を率いていたのは、アメリカ合衆国アジア艦隊司令長官のハート提督であった。1942年1月下旬から2月初旬にかけて、大英帝国の極東における、 最大拠点シンガポールは追い詰められる。連合国がオランダ領東、インドを防衛する見込みは薄くなる。だが、オランダ軍は諦めていなかった。1942年2月1日、連合国軍はボルネオ島バリクパパンに日本軍大輸送船団が集結中との情報を入手した。2月3日、連合国艦隊はマドラ島、バンダ博地に集結する。 この時、日本海軍の第11航空艦隊は、乱民作戦に伴い、ジャワ島に対する航空作戦を開始していた。2月4日午前0時30分、オランダ海軍のカレル・ドールマン少々率いる連合国艦隊は、バリク・パパンに最終決中と思われる日本軍を攻撃するため、バンダハク地から出撃した。前月下旬のバリク・パパン沖海戦の再現を、 狙ったのである。この出撃で、ドールマン少将の指揮下にあった艦艇は、アメリカ海軍と、オランダ海軍から抽出されており、アメリカ海軍の従順洋艦ヒューストンと、軽巡マーブルヘッドオランダ海軍の軽巡洋艦で、ロイテルと、軽巡トロンプ米海軍の駆逐艦、スチュワート・ジョン・ディ・エドワーズ、USS Edwards, ・ジョン・ディ・エドワーズ、DD-216、 バーカー・バルマー・ラン海軍の駆逐艦・ファンゲント、ピート・ハイン・バンケルトという編成であった。2月3日、東ジャワ州マランを攻撃した日本軍航空部隊は、そのキロ・マドゥラ島、パメカ・サン・ワンに、戦艦2隻、航巡1隻、オツ巡2隻、駆逐艦9隻が停泊しているのを報告した。これを受けて、航空部隊指揮官、塚原243海軍中将は、 翌日の攻撃を決めた。2月4日、作敵機は、バリ島の北を、マカッサル海峡に向け航行中の連合軍艦隊を発見する。スラウエシ島ンダリーより発進していたカノヤ、海軍航空隊の一式陸上攻撃機27機、高尾海軍航空隊の一式立港9機、第一航空隊の96式陸上攻撃機24機が、攻撃に向かった。 アブダ攻撃部隊は、制空権のない艦隊の被害を味わうことになる。カノヤゾラとタカオゾラは、カンゲアン島の南30海里で連合国艦隊を発見し、爆撃を行った。この攻撃で、マーブルヘッドに 250kg 爆弾2発が、命中、4発が資金弾となり、火災が発生し火事は取り火事一杯で動かなくなる。人的被害は、戦死15名。 負傷34名であった。マーブルヘッドは、対空砲火により、高尾空の立航一機を撃墜した。マーブルヘッドの損傷は大きく、本格的修理を余儀なくされた。続いて一空が、セバジャン南方10海里付近で連合国艦隊を発見し、爆撃した。この攻撃ではヒューストンに2 5 0ラム爆弾一発が命中して、 後部砲塔が破壊され50名ほどの死者を出したほか資金弾でデロイテルの対空射撃式装置が破壊された。この攻撃でヒューストンの後部砲塔は使用不能になった。上記のほか他、乱慶順トロンプもこの回線で資金弾により警備な損害を受けている。2月5日、鹿野屋空の立候23機と高尾空の立候8機が、ケンダリーより発進する。 作敵機は、連合軍艦隊を発見していたものの、日本軍攻撃隊に情報が届かず、攻撃隊は、バリ島の飛行場を攻撃した。また、一空の立港23機もケンダリーから発信し、スンバは島南方10海里で、マーブルヘッド型軽巡1隻、輸送船1隻を発見して攻撃したが、命中弾はなかった。連合軍側の記録によれば、この日、 スンバは島沖きで、駆逐艦ポールジョーンズとオランダ船チドレが爆撃を受け、オランダ商船が座礁して失われた。翌6日も、日本側は、立港53機による作敵攻撃を行ったが、連合軍艦隊を発見できずに終わった。2月8日、連合国艦隊は、ジャワ島南部のチラチャップに帰島した。日本軍は戦火を過剰に見積もった。 巡洋艦2隻撃沈、巡洋艦2隻撃破。連合艦隊に伝達された戦果は、デロイテル型1番艦を撃沈確実、ジャバ型2番艦合沈、ジャバ型3番艦中破米従順2隻撃破、米艦、マーブルヘッドのみ無事という内容だったという。後に、写真判定により、デロイテル型はヒューストン型従順であることが分かった。 連合国軍は窮地に追い込まれたシンガポールを救うために軍隊輸送船を活用して増援部隊を送り込んでいた。ボンベイとマレーヤの頭文字から BM 戦団と呼称されていた。2月3日、BM-12 戦団はと DM-2 戦団はイギリス海軍の従順にエクセターと。 形ダナエ及び、英連邦諸国の小型艦艇、オランダ海軍の軽巡ジ,ジャワに護衛されて、澄んだ海峡を通過した。ジャワ島バタビア域の DM2 戦団と分かれた BM12 戦団は北上して、シンガポールを目指す。連合軍輸送戦団の動きは、日本側に察知されていた。2月4日、バンカ島とスマトラ島の間のバンカ海峡で、 日本軍の陸上攻撃機に襲われる。攻撃部隊は、ボルネオ島西部区鎮から飛来した元山、海軍航空隊の立港9機と、ビホロ海軍航空隊の立港6機であった。日本海軍基地航空隊は、従順1隻、軽順1隻、駆逐艦4隻、商船5隻を発見し、2万トン級商船2隻、護衛艦,艦,艦艇1隻撃沈を報告したが、 BM-12 戦団に目立った被害はなかった。2月5日、BM-12 戦団はシンガポール到着寸前に日本陸軍航空隊に襲撃され、輸送船2隻が直撃弾を受けて炎上、エンプレス・オブ・エイジアは炎上して沈没した。乗船中の陸軍兵の大半は護衛の護衛艦やらやシンガポール港から救援に駆けつけた小型艇に救助された。 日本側記録では、第3飛行集団第3飛行団の一部が、シンガポール南方海上の敵艦船を攻撃し、1万トン級艦船1隻、撃沈、6000トン級艦船1隻、炎上航行不能、3000トン級艦船3隻に、命中弾を与えたと報じている。エンプレスオブウェージアの他に目立った被害はなく、BM-12 戦乱はシンガポールへの増援輸送に、 成功した。2月15日、シンガポールは陥落した。ジャワ沖海戦後も日本軍の進撃は止まらなかった。2月8日から9日にシンガポールとスラウェシ島、マカッサル、2月10日から11日に、ボルネオ島南カリマンタン州、バンジャルマシンに上陸し、攻略作戦を順調に進めた。アブダ艦隊はチラチャップに期待したばかりだったので、 ボルネオ島やスラウェシ島に対する日本軍の攻勢に対処できなかった。2月12日、アブダ海上部隊を指揮していたアメリカ海軍軍人のハート提督が本国に戻り、オランダ海軍軍人のコンラッド・ヘルフリック中将が残存部隊を指揮することになった。寄せ集めの多国籍艦隊を引き続きカレル・ドールマン少将が海上指揮官として率いる。 2月13日、ジャワ島のバタビアに、ドールマン少将が率いる、アブダ打撃部隊が集結する。その兵力は、オランダ海軍の軽巡洋艦3隻、イギリス海軍の重巡洋艦、エクセターオーストラリア海軍の軽巡洋艦、ホバートアメリカ海軍の駆逐艦6隻、オランダ海軍の駆逐艦4隻であった。ドールマン少将は、 日本軍の西方部隊に対する警戒を余儀なくされており、メシュタの懸念は、スマトラ島バレンバンに対する日本軍の攻勢であった。2月14日、早朝、アブダ艦隊は、バンカ島に向けて、バタビアを出撃したが、途中で、駆逐艦ファンゲントが、座礁沈没、乗組員収容のため駆逐艦、バンケルトが残留した。日本側では、日本陸軍挺止連隊が、 パレンバン空挺作戦を実施しようとしており、援護を兼ねて、マレー部隊を、シンガポール東方海面に配置した。マレー部隊は、従順町会と第7戦隊の従順4隻、第3水雷戦隊、第4航空戦隊の軽空母流場などを、主戦力として、マレー作戦に従事し、同方面作戦が順調に推移した、後ライン作戦に協力していた。 2月15日午前9時以降、ガスパル海峡を通過中のアブダ艦隊を日本軍偵察機が発見して、戦艦1隻、巡洋艦3隻、駆逐艦5隻の連合軍艦隊がガスパル海峡北上中と報告した。マラヤ型戦艦が報告され、小沢長官は日本軍輸送船団を退避させる。マレー部隊指揮官は、 1. 1基地航空部隊は全力を挙げてこの敵を攻撃せよ。2. 輸送船は北方に被体せよ。3. 主力部隊は基地航空部隊の攻撃に策を指摘を撃滅するとの方針を示した。輸送船団の護衛や相当任務で別動中だった第3水雷戦隊各部隊などもマレー部隊主体との合流を命じられている。水上部隊が艦隊決戦を挑む前に ボルネオトークチンやマレー半島クアンタンに展開していた日本海軍基地航空部隊と4航船の軽空母流上艦上機によるアブダ艦隊への空襲を観光することにした。無線を傍受していた第二艦隊機関アタゴでは参謀たちがまた幻の戦艦が小沢艦隊を走らせていると冗談を交わした。アブダ艦隊に含まれていた。 戦艦は、永住順エクセターの5人であったという。日本側の97式艦上攻撃機や、陸上攻撃機は諸事情により、魚雷を搭載せず、爆弾のみを装備して出撃した。航空船により、アブダ艦隊の2隻が損害を受ける。パース休憩巡洋艦ホバートも若干の損傷を受けた。日本側の記録によれば、日本時間13時25分に、 第3航空部隊第1次攻撃隊がエクゼター、型巡洋艦1隻を爆撃して炎上させ撃沈、または大破と報じ、19時に、竜城第4次攻撃隊がレアンダー、型系巡洋艦1隻を爆撃して艦尾に数発の資金弾を得たと報告している。決定的な被害こそ受けなかったものの、アブダ艦隊は、 日本軍輸送船弾撃滅を諦めて反転し、バタビアに戻った。日本側でも、戦況を分析していた、長野治美軍令部総長が、基地航空部隊の爆弾はどうして当たらないのかと、落胆したという。本作戦後、四高戦司令官は、小沢中将に、敵艦隊を発見したとき、水上部隊は急追すべきではなかったか質問した。戦後、小沢は、 艦隊は輸送船団から度に離れるべきではない。シンガポールからの脱出艦艇補足撃破も続けねばならなかった。まさか一回の空襲で敵艦隊がさんを乱して逃げるとは思わなかった。五国の偵察報告や写真判定で敵戦艦がいないと分かった。と回想している。2月17日、万華島守備隊を収容して撤退中のランク地区艦。 バンネスと輸送船一隻は空母流上艦上機と基地航空隊の立航に襲われて二隻とも沈没した。2月19日、日本軍攻略部隊はバリ島サヌール白地に侵入して上陸を開始し、未明には飛行場を占領した。東南アジア方面の連合国軍艦隊は直後に正規した。 バリ島沖海戦で損害を重ね、最終的に、日本軍のジャワ島侵攻に際して発生した、スラバヤ沖海戦とバタビア沖海戦で、事実上壊滅することになる。航空戦力をなんとか維持するため、ジャワ島に P-40 戦闘機を運んできた、水上規模艦ラングレーも、P、P-40 を補給する前に、日本海軍基地航空隊によって撃沈されている。なお、 本海戦で損傷した、米軽巡マーブルヘッドは、応急修理の後正論島へ引退、そのまま日本軍の餌食になる、太平洋を避け、インド洋、希望本、大西洋を経由する大航海の果てに、アメリカ本国へ生還している。日本側は、オマハ級軽巡洋艦と、艦型が似ている、クレムソン級駆逐艦のピルスバリーを、マーブルヘッドと誤認していた。3月2日、 高尾型重巡洋艦2隻は、ピルスバリーを砲撃で撃沈する。日本側は、マーブルヘッドを撃沈したと錯覚していた。ありがとうございます。